こんにちは、平石彩子です。今年もいよいよ残すところあとわずかとなりましたが、皆さんはどんな年の瀬をお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹、今年の最終号となる今回は、三鷹市政のこの1年の動きや市内の主な出来事などを振り返る内容でお届けいたします。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。さて、三鷹市にとっての平成28年は、来春のオープンを目指し着々と準備が進められてきた三鷹中央防災公園元気創造プラザのさまざまな動きや、戦後70年を機に実施された多様な平和関連事業など、着実な歩みを記した、そんな1年だったと言えるのではないでしょうか。それでは、そんな平成28年の主な動きをたどってみたいと思います。北風が冷たい1月23日と24日、井の頭池で池の水を抜いての貝掘りが行われました。来年5月に開園100年を迎える都立井の頭恩賜公園では、その記念事業の一つとして池の浄化などを目的に2年前から貝掘りを実施しています。23日にはおよそ100人の市民ボランティアが池に入り、泥だらけになりながら魚を保護。捕まえた魚は2日間でおよそ5400匹を数え、在来種も大幅に復活していました。戦後70年が経過し、市では戦争の記憶を風化させることなく、平和の大切さを次世代に伝えるため、市のホームページに特設サイト、三鷹デジタル平和資料館を2月に開設しました。このサイトには、市の平和関連事業の紹介から、市内に今なお残る戦争遺跡の紹介や、当時の暮らしを伝える資料、戦争を体験された市民の方へのインタビュー動画などが掲載されています。なお、1月28日には企画平和関連事業の一環として、広島市の松井一美市長をお招きし、広島の被爆樹木2世である青霧の苗木を平和の像のある市内千川公園に植樹し、平和への願いを新たにしました。三鷹市のまちづくりの指針となる第4次三鷹市基本計画の第1次改定が3月に確定されました。改定とは、12年間を計画期間とする基本計画を、社会状況の変化や市民の意見を踏まえつつ、市長選挙に連動して4年ごとに見直す作業です。今回は、まちづくり懇談会やまちづくりディスカッション、イベント会場などで市民の方々に市政についてシール投票していただくまちづくり広場など、さまざまな活動を通して、延べ7500人以上の市民が参加し、その意見を踏まえて改定作業が行われました。市の新規事業として内外から注目を集めたのが、ゆりかご面接です。この事業は、地域で安心して出産や子育てができるようにと、妊娠された方全員を対象に、保健師がゆりかご面接と題した面接を行うもの。市では、妊娠から出産、そして子育てまでを切れ目なく支援する取り組み全体を、ウェルカムベビープロジェクト三鷹と位置づけていますが、ゆりかご面接はこの中核的な事業として新たにスタートしたものです。核家族化が進む中、1人30分から1時間を目安に、妊娠中の過ごし方や子育てサービスなどについて保健師に気軽に相談できるこの取り組みは、早くも大好評。面接を受けた方には、一足早い誕生祝いとして1万円分の子ども商品券がプレゼントされます。昨年12月から今年の4月にかけて、三鷹図書館本館で、芥川賞作家で三鷹市初の女性の名誉市民でもある津村節子さんの特別展示、作家津村節子の世界、夫吉村明とともにが開催されました。津村さんの夫で太宰治賞受賞作家の故吉村明さんは、戦艦武蔵などの歴史小説で知られ、
今回の展示では津村さんの初版本や直筆原稿などとともに若い頃の2人の記念写真なども展示されました。なお津村節子さんは11月には文化功労者に選ばれています。5月には第32回の太宰治賞に1473編の応募作品の中から夜釣十六さんの楽園が選ばれ、6月15日千代田区の銀行クラブで贈呈式が行われました。太宰治賞は太宰の没後50年を機に三鷹市が千曲書房との共同主催で復活させた小説の公募新人賞。今回で復活18回目となりますが、近年芥川賞受賞の津村喜久子さんをはじめ有望な作家を輩出し、若手作家の登竜門として注目を集めています。6月から7月にかけ三鷹市美術ギャラリーで太宰治が市や友人とともに研鑽を積んだ三鷹時代の様子をご遺族の対馬家から寄託された貴重な資料でたどる企画展が行われました。対馬家寄託太宰治資料展2、市、友、そして教皇夫人と名付けられたこの企画展は、太宰宅に集う友人や文化人に親しく接した女性桜井浜江を中心に太宰の三鷹時代を検証した企画展でした。振り返ると今年はご紹介した取り組みや催し以外にも文化関連行事がとても多かったという印象ですね。それでは引き続きこの他のイベントや出来事、特徴的な取り組みなどの模様をご覧ください。今や世界的なアニメーション美術館として国内外から多くの人たちが訪れる三鷹の森ジブリ美術館も今年で開館15年、2ヶ月にわたる改修工事を経て7月16日にリニューアルオープンし、新企画展示猫バスに乗ってジブリの森へがスタートしました。今回の企画展示は開館以来公開された14本の企画展示を一堂に集めて新たにアレンジし構成した特別版。入り口をくぐるとそこは猫バスの中で、大人も座れるふかふかの座席から窓を眺めると映画ハウルの動く城の風景が広がっています。この他にも2002年の企画展示で登場した鳥型飛行機や子どもたちが大好きな絵本3匹のクマの大きなクマも再登場、人気を集めています。三鷹市では平成18年に全国に先駆け市内初のコミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育校西三鷹学園を開設、今年で10周年を迎えました。この後市内に全7つの学園が開設され、特色ある教育実践を重ねるとともに保護者や地域ボランティアなどの積極的な参加による学校を核としたコミュニティ作りが進められています。10月26日には第二中学校で児童生徒や地域の関係者が参加し、西三鷹学園開園10周年記念式典が盛大に行われました。首都直下地震の発生を想定した総合防災訓練が11月6日中原小学校をメイン会場に実施され、警察や消防などの防災関係機関とともにたくさんの市民が参加しました。今年は三鷹市防災キャラクターの自助丸も初登場。訓練のテーマは自助と共助で防災力を高めよう。避難所体験や医療救護所の設置運営訓練などから三角巾を使っての応急救護訓練まで、およそ1200人もの市民が真剣な眼差しで取り組みました。来年春のオープンを目指し最後の準備が進められている三鷹中央防災公園元気創造プラザ、建物の整備はほぼ完了し、現在は公園部分の植栽など最終的な整備が進められていますが、この施設の総合スポーツセンターに施設の命名権ネーミングライツ方式を導入、募集の結果市内の大沢に東京事業所のある
富士重工業株式会社との間で協定が締結され、施設の愛称がスバル総合スポーツセンターに決まりました。なお来年で創業100周年を迎える富士重工業株式会社は、これを機に社名を株式会社スバルと改称する予定です。スバルは星の名前としても知られていますが、同時に集まる、一つにまとまるという意味があり、今回のネーミングにも新しいスポーツセンターに人々が集い活気あふれる施設になるようにとの願いが込められています。いかがでしたでしょうか。駆け足で振り返った平成28年、ご紹介した取り組みの一つ一つから三鷹市政の着実な歩みがしっかりと感じられる、そんな一年だったのではないでしょうか。それでは最後に清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは。三鷹市長の清原恵子です。三鷹市政の指針となる三鷹市基本構想では、その理念を平和の希求、人権の尊重、そして自治の実現としています。平和のないところに基本的人権の尊重はなく、基本的人権の尊重があって自治が進む、これは三鷹市の大切な行政の理念です。そして平成4年1992年に制定された三鷹市平和施策の推進に関する条例では、地球環境を保全し、そして単に戦争や紛争がない状態を平和と捉えるのではなく、すべての皆様の基本的人権が尊重される恒久平和を三鷹から求めていくことが定められています。さて11月8日、千葉県佐倉市で開催されました平和首長会議国内加盟都市会議の総会で、私は三鷹市の事例を報告する機会を得ました。平成27年、2015年、戦後70年、比較平和関連事業を三鷹市は進めましたが、広島の被爆樹木青霧2世の植樹式や、また市民の皆様の戦争体験談のアーカイブ化、それを含む三鷹デジタル平和資料館の取り組みを報告しました。長崎市長さんからは、この取り組みは国内のみならず世界に向けて広げていくべきだというご評価もいただきました。さて三鷹市ではユニークな取り組みとして、この平和カレンダーを平成元年から制作し、今年で29年目の平和カレンダーが出来上がりました。子どもたちが描く平和の絵、それを私たちに恒久平和の大切さを強く知らせてくれます。皆様、大切な平和への取り組み、三鷹市第二庁舎の企画経営課でこのカレンダーを配布しています。ぜひ皆様ご一緒に恒久平和を進めていきましょう。それではまた来年もお目にかかります。今年も残すところあとわずか、新しい年も明るく希望に満ちた年であってほしいものですね。それでは次回の新春号をどうぞお楽しみに。